はい、こんにちは、僕監督と申します。ワールドサッカーコレクション S ワサコレホに詰めていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、ワサコレ動画を配信しておりますが、今日はまあ火曜日ということで、明日ね、またね、ワサコレの動画を上げるんですけれども、今日はその前にですね、ちょっとしたお知らせがあって、こちらの動画撮っております。はい。まあ、そんなね、小難しい話じゃないんですけれども、今後の度ですね、僕監督ゲームチャンネルというチーム、こちら、極み選手寮がオープンしました。はい。ということでね、これからね、極み選手は、このなんか、極み選手寮に入れることができるということでね、いまいち何の効果があるのかというのはね、ちょっと今よくわかってないんですけれども、まあ、極みの選手を、まあ、そこに入れといて、その後、見れるみたいな感じなのかな、これ。ただそれだけなんですけれども、はい、まあ、使わない極みの選手、思い出の選手なんかを、この中に入れて、眺めるみたいな機能なんだと思います。で、いつもね、手に入れたこの、なんか、バッジですね。この、右上の方に、この辺にある、右上のね、バッジあるじゃないですか。52個溜まってるやつ。これがですね、まあ、この極み量の、まあ、レベルアップに必要なやつですね。この、まあ、この極み量の、極み量じゃない、極み選手量ですね。極み選手量のレベルを上げると、まあ、収容人数が増えるということでね。まあ、この中、果たして増やしていって何かあるのかというね、もう本当に、あんまり意味ないですけれどもね。うん。ということでね、まあ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 、本当にまあこういったね、ちょっと使わなさそうな選手たちを入れるみたいな機能なんですよね、これね。はい、まあこの辺ね、シャビアロンソとかも懐かしすぎるでしょ。もう引退しちゃってますもんね。ということで、これもね、入寮させておきましょう。はい、OK ということでね。なんかお金取られますけどね、入寮させると。はい、ということで、まあ極み選手寮がオープンしましたよと。まあこの極み選手寮ですけれどもね、まだこのオープンしてない人のために、多分まあみんな知ってると思いますが、選手のね、まあこの枠ですね、もう900以上にすると、こちらのね、極み選手寮が、オープンするということでね。まあまあ、結構一つの目標だったんですけれどもね。まあ実際ね、開いてしまえば、入力可能になってしまえば、そんなに使う機能でもなかったかなというね、感じはね、するんですけれどもね。はい、まあこのアクショントレーニングという謎のね、やつもありますけどね。これもなんかね、最初の方はね、割とやったんですけど、毎日ぐらいやったんですけども、もう最近めっきりやらなくなったなって感じですけれどもね。はい、ということで、あとですね、実はもう一つ。ちょっとこっちの方はね、割かしちょっと大事なんじゃないかなと思います。こちらミッションで、なんかね、2020年の初っ端ぐらいかな。なんか、アカデミーもこっちの方にね、全部なんか入れ込まれちゃったんですけれども、全然気づいてなかったんですけどもね、実はこちら受け取り期限というのがね、発生してまして、はい。これ、コナミさんに裏切られましたよ、本当。これね、受け取り期限みたいなのがなくて、2年前のイベントの、まあ、アカデミーのね、報酬なんかもずっとぶち込んどいたんですよね、ここの中に。で、まあね、今ね、それに気がついて、ようやく気がついてね、これ、あと2日と3時間ということで、木曜日なのかな ?1、2、木曜日じゃないか。金曜日かな。金曜日のおそらく3時、15時ですね。まあ、その辺に、まあ、これの期限がね、来てしまうので、急いでね、みんな取った方がいいですよっていうのをね、ちょっとお知らせしようかなと思って。まあ、知ってる人もね、多くいると思うんですけれども、僕、昨日ぐらいにようやく気がついたんでね、でそこから一生懸命ね、これ、報酬をね、取っていって、で、頑張ってるんですけど、どうしてもね、このフレンドポイントですね。これがもう、どうしようもないなって感じなんですよね。フレンドポイントだけは、うん。はい、フレンドポイントね、この、まあ、ガチャ。こっちのね、ノーマルのガチャを引くために必要なポイントなんですけれども、まあ、今、このね、ノーマルガチャからプラス選手はね、配置されないんですよね。確かそれが配置されるのが11日から7日間ぐらいなのかな ?1 週間ぐらいだったと思います。なんか昔はね、この11日11の日しか、このノーマルガチャの、から、まあ、プラス選手はね、登場しなかったんですけれども、今はね、なんか7日間ぐらいね、なんか猶予があるみたいで、で、その間にやっぱ引かないと、このやっぱノーマルガチャって引く意味が本当にないんですよね。ということで、まあ、この本当にノーマルポイントだけは無駄になっちゃうなというね、感じなんですよね。いや、もうちょっと早く気がついていればな、という感じだったんですけれどもね。はい、もう、本当にこれ、昔のね、アンバサダーのエリ、今ね、シューっていう、なんか、なんたらシューっていう、何シューやったかな。競馬番組とかにもね、ちょっと出演したりしてるね、子なんですけれども、まあ、アンバサダー、ワサコレアンバサダーの子ですよね。エリの時代からあった報酬なんかもあるんで、本当にね、まあ、これも一つのね、思い出なんですよね。
それがまあね、すべてなくなっちゃうということでね、頑張って取っていかなきゃいけないなというところなんですけどね。はい、もうこのセカンドね、はい、この辺もね、まあいよいよ夜がいっぱいいっぱいになっちゃうのかな、2013年6月後半もう本当にいっぱいあるんやけども、これはすべて取りきれないなって感じがしますね。はい。まあ今ね、現状イベントなんですけれども、まあ今ですね、こちらのイベント頑張ってる状況ですね。はい、春の足音。なんだかな。まあ明日ね、このね、まあここで、この週の、ちょっと待って、イベントの説明か。はい、これですね。特設ページ。期間限定ミッション、週のスペシャルオーダーですね。春の足音。これを頑張ってる状態なんですけれども、まあここで、手に入れたガチャ券を明日は回そうかなと思ってます。はい、水曜日15時ですね。はい。まあ頑張ってます。で、今ね、来てるイベントとして、トッティのね、やつもあるんで、まあ、それもね、明日回そうかなと思ってます。はい。まあ、トッティのやつはね、今回、まあ、完全制覇したいというか、ちゃんとね、まあ、この SPL のトッティですね、3月17日の15時までなんですけれども、3月17日ですね。およそ、まあ、1ヶ月ぐらい期間はあるんですけれども、まあ、これでね、このトッティの、レベルね、ちゃんとマックスにしたいなと。この中田の時もね、頑張ってやったんですけれども、なんかレベル2ぐらい足りなくてもレベルマックスにならなかったんですね。レベルマックスになるとこっちのね、右の方のトッティになるみたいなんで、まあまあまあ、このね、フランチェスコトッティ、レジェンド選手をね、頑張って獲得していきたいなと思ってます。はい。ということで、今日はね、まあ、こんな感じの動画になりましたが、まあ、ちょこちょこね、ちょっとあそこの方もね、水曜日だけじゃなくて、頻繁にね、まあ、頻繁にと、まあ、そこまで上げれないかもしれませんが、まあ、本当に1週間に1回と言わずにね、2回、3回と上げていきたいなと思ってますので、また応援の方よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。